こちらもファンが多いのではないでしょうか。ホニアの皆さんです、どうぞ。衣装が色鮮やかで本当に可愛らしいですよね、ホニアの皆さんです。さあ、ハニアの泉さんが来てくださいました。今年はコロナでよさこいがなくて、でもホニアさんのあの帯屋町ビジョンによさこいの映像がずっと流れてますよね。あのホニアさんのビジョンも切なくも、でも励まされるなって思う気持ちで見ていた高知県民多いと思います。ありがとうございますね。あの本当に何かできることはないかなと思った時、少しでもその上映というか、あの映像を見て元気になってくれる方がいたらいいなと思って流しました。はい、ホニアさんのね、あのビジョンで流れる夏の楽しそうなよさこいの映像を見て、もう絶対来年はまたよさこい祭り開催したいなと心に誓った高知県民たくさんいると思います。励ましてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当にね、この踊り子さんだけじゃなくお客様の笑顔もあって初めてよさこいってできるので、皆さんの笑顔と一緒にまた次の暑い夏を迎えたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、それではホニアの踊り子の皆さん、たった一度の龍馬祭2020の演舞頑張ってください。よろしくお願いします。
次の夏も皆さんとお会いできますようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。